はい。ピアノ講師のゆうきです。今回は2021年ショパンコンクールのファイナリスト12人の全ラウンドの点数をまとめました。まあ、こういうふうに1時、2時、3時とどの審査員がまあ何点をつけたのか、そしてまあイエスかノーどちらをつけたのかが一目でわかるようにまとめました。まあ、このイエスの場合は赤でこういうふうに塗りまして、ノーの場合は青でこういうふうに塗っています。そして最終順位もここに入賞している場合は書きました。 ちなみにインデックス Y の値平均点の色塗りですけれど例えば0.9以上の場合は濃い赤0.8以上の場合は薄めの赤そしてそれ以外はまあ肌色っぽい色ですね平均点もですね、まあ、21点以上取れていれば薄い赤で記していて22点を取っている場合は濃い赤で記してあります、まあ、今回は演奏順での紹介となりますのでよろしくお願いしますまずはポーランドのカミル・パフレッツですね この一次予選の時ですねまあ脳が2つだけだったんですけれど少し2次3次と脳は増えてしまいましたが安定して点数を獲得したためファイナルへ進出していますまあこの色塗りをしてみると、まあ、審査員ごとの好みの傾向っていうのが見える感じでちょっと興味深いですよねはいそして次はハオラオですね中国ですハオラオは一次予選脳、まあ、がたった1人だけということで点数的にも 一時がが最も評価が高かったですね。でまあ、2時、3時とちょっと脳が増えてしまいましたが、まあ、特にハオラを評価しているのはカタジーナ・ポップ・ア・デドゾロン先生ですとか、まあ、ケビン・ケナ・ピオトル・パレチニ先生あたりも高めをつけていますね。はい、そして反田平さんですね。まあ、結構先ほどの2人が2時、3時とイエスの比率が低くなっていくのに対して反田さんは1時から3時まで通して安定していますよね。 まあこれはなかなかすごいことだと思います。このイエスがですね、まあ、1時、2時、3時と進むにつれて、だんだんとハードルが上がってくるんですよね。1時予選では18点でイエスになるんですけれど、2時予選の場合は19点以上、そして3時予選の場合は20点以上、最低でも取らなければいけないということなんですけれど、ソリダさんはこのインデックス Y の値が安定していますね。まあ、この点数を見てみると、特にこの D なヨッフェがもう25、25、24と、 高評価ですよね、まあ。ジョン・リンクも高評価つけてますしアルトゥール・モレイラ・リマも高評価ですよねケビン・ケナーも、まあ、高評価ですよねはいということで反田さんは3時までとても安定しているということが読み取れますねはいそしてですね次に演奏したのがレオノーラ・アルメンリーニですねはい、えー、こうしてまず見ますと、まあ、この1時ですね 一時が最も評価が高くて、まあ、ちょっとラウンドが進むと脳の数も増えてしまうという感じですね、まあ、私もですね両脳ラールメンリーに一時とっても良かったなと思いました特に点数高くつけているのがディーナ・ヨッフェあとはこの辺りのケビン・ケナーとかアルトール・モレイラ・リマンですねまあこう見てみると、まあ、結構ディーナ・ヨッフェあたりは全体的に高めの点数をつける傾向はありますよね、まあ、こののり審査員の 先生たちは高めにつけて、結構この辺りの先生方はちょっと辛口なのかなっていうのがこれでわかりますよね。はい、まあ、次いきます。あちなみに、この一応右にですね、この合計点を出しました。この上がインデックスワイ Y の値の合計点。そして下の値はこの平均点ですね。平均点すべて足したもの、ここに一応こういうふうに出しています。はい、そして次ですね。 カナダの JJ V です最終的にに6位に入賞しました、ねまあこの JJ ンリ V は1時2時となんとですねインデックス Y の値1.0ということで満点を取っています、まあ、ですが3時ではちょっと評価的に点数もそして脳の数もちょっと低めにはなってしまいましたがまあ無事に3時も通過していますね、まあ、一応ですねショパンコンクール 最終的な評価は、まあ、この1時2時3時それからファイナル、まあ、全て加味されるということで、まあ、1時2時と満点を取っているのは強いのかなぁとは思いますねはいそして次ですね、はい、前々回浜松国際コンクールでも優勝しているアレクサンデル・ガジブなんですけれど、まあ、今回ショパンコンクールも2位入賞しましたで点数的にはですね、まあ、1時が最も高くついていますね脳も1人だけ ということでただですね2次予選でちょっとあの、まあ、私も聞いていてあちょっと最後の方とか崩れちゃったなというのがあったので脳がちょっと増えちゃってますね結構評価が割れているところですよねまあでもこの辺の低すぎる評価他と比べて低すぎる評価っていうのは平均プラスマイナス2ですかね平均に近い値に調整されるまあ実質19点とかに調整されますねガジブ高く評価してるのが D ナヨッペですね そして、ネルソン・ガーナも高く評価しています。なんと、エビ・アキコさんは、全ラウンド25点をつけていますね。もしかしたら、エビ・アキコさんは、ガジェブ優勝者にふさわしいと思っていたのかもしれません。まあ、最終的に2位ですからね。はい。次ですね。マルティン・ガルシア・ガルシアです。で、このガルシア・ガルシア、意外だったのが、まあ、意外というか、まあ、最終結果からはちょっと意外な感じなんですけれど、1次予選は、脳が、 一番多いんですよね結構ギリギリで通過というところだったと思うんですけれど、まあ、こだんだんとこう点数が高くなっているのがちょっと面白いところですけれど、まあ、私も一時賛否の分かれる演奏かなというふうに聞いてたんですがこの辺とかすごい差がありますよね、まあ、でも2時3時と進むにつれてあの良くなっているような印象だったので、まあ、やはりといった感じの点数ですねはいそしてエヴァ・ゲボルギアンですね ロシアの若手17歳のピアニストなんですけれども一次予選は全ての審査員からイエスを獲得しています、まあ、ちょっと2次でノーが増えて、まあ、ですが3次ではノーが2つに抑えられてファイナルに進出していますね特にエヴァを高く評価しているのがこのヤニュシュオレイニャク23点をつけていますね、まあ、ネルソン・ガーナ24点を全ラウンドつけていますねはいそして次が日本の えー、小林美さんですね。最終的に第4位に入賞しました。この一次予選、まあ、椅子事件とかありましたけれども、脳が1人ということで、インデックスワイ Y の値0.9を超えていますね。そして、まあ、3次、脳は3つなんですけれど、点数的にはものすごく高いですね。22点を超えています。そして、このディーナ・ヨッフェがですね、小林美さんに25点、最高得点を全ラウンドにつけています。 このディーナ・ヨッフェが最も推しているのが小林あゆみさんだったということが分かりますね。まあ、このジョン・リンクも高評価つけていますね。はい。そしてですね、次がヤコブですね。地元ポーランドで最終的には第4位マズルカ賞も受賞したヤコブですけれども、私もですね、予備予選の頃からすごい綺麗な 音色だなぁと、えー、そしてすごい自然な音楽で素晴らしいなと思っていましたが、この1時がですね。もう全員からイエスを獲得していますね。そしてまあ、2次予選でもまあ、2人だけですね。ノ脳が2人だけです。そして3次予選もま脳、あ、が1つだけということで、かなりトップ層で3次予選も通過しました。まあ、この3次予選22点を超えていますね。高得点です。 まあ、ヤコブの点数すごく安定してますよね。そんなに評価がすごい分かれるっていう演奏ではなくて、もう審査員の方々、皆さんに評価されるような、そういった演奏だったということが分かりますね。はい。ということで、次ですね。イヒョクですそうですね。いい曲の演奏に関しては、少し評価が分かれてるような感じを受けますよね。まあ、こんなに審査員によって点数が違うんだなぁと思うところですけれども。 ンジがですね、ちょっと脳が増えましたが、まあなんとか通過しましたね。まあ点数的にはンジが一番高いんですけれどね。はい。そして最後ですね。はい。ブルース、醤油、流です。唯一一人だけ脳がゼロということで、すべてイエスです。そしてですね、平均点もこの23点を超えているのは、このブルースが演奏した時のみなんですよね。まあこの点数から見ても圧倒的ですよね。 で、最も評価しているのが、このアルトゥール・モレイラ・リマは25点つけてますからね、全ラウンド。そしてエヴァ・ポブ・オツカも24か25。ボイチェフ・シュビタワーも24か25。ピオトル・パリチニ先生も高得点つけてますし、ネルソン・ガーナも24と高得点です。もうすべて、ほぼすべて20点台で、例えば20点を下回ったのはこの二次予選のディーナ・ヤフェのこの採点の時のみです。 からね、本当に圧倒的な、まあ、成績で優勝したということですよねはいそしてですね一次予選と3次予選のこのインデックス Y の合計で並べてみましたそれによると1位がブルース・ショユーリュウ2位がヨコブ・コシリク3位が JJ 純利 V4 位がエヴァ・ゲボルギアン5位が小林愛美6位がアレクサンデル・ガジェブ7位が反田恭平8位がカミル・パホレツ 9位がレオノーラ・アルメン・リーニ10位がハオ・ラオ11位がマルティン・ガルシア・ガルシア12位がイ・キヒョクですねまあこの意外なのがというかまあ1時でちょっと低めだったのでまあ3位に入賞したガルシア・ガルシアが1時から3時の合計だと11位ということですねまあコンチェルト賞を受賞しているのでファイナルでの演奏は最も素晴らしかったということなので、まあ、3位に躍進したということですよねそしてソリタさんも 1> 第1次から第3次までは7位にいたんですけれども、まあ、最終的なコンチェルトの評価ものすごく高かったんだと思いますおそ、まあ、らくガルシア・ガルシアと同じぐらいなのかなと思いますけどねあちょっとすいませんちょっとここ間違ってますねここですねえガジェブがその多少ですすいませんまあガジェブも最後コンチェルトすごく評価されたことが分かりますよね2位に最終的な順位2位になってますので まあこのあたり最終結果と照らし合わせるとまあファイナルの評価、ファイナルの演奏どういった評価だったのかっていうのがわかりますよね。はい。ちょっともう一度見ますけれどまあピアニストによってどこを目標にしているかでこの結果っていうのが変わってくるのかなっていうのも思いますね。例えば一次予選に最も力を入れているピアニスト、それからまあ全ラウンド全て力を入れているピアニストですとか、その辺まあたり準備がですね この国際コンクールで膨大な曲を準備しないといけないので、まあ、どこに力を入れるかっていうのが、まあ、結構ピアニストによって変わってくるんだなっていうことも思いましたね、まあ、本当にファイナルまで含めて準備するっていうのはものすごく至難の技なんですけれども、まあ、最後まで素晴らしい演奏したピアニストが結果を残していますねはいということで今回はファイナリスト12人の全ラウンドの点数まとめでしたはいご視聴いただきありがとうございました